田代香織君。民主党新緑風会の田代香織です。復興特別委員会では初めての質問になります。どうぞよろしくお願いをいたします。私からは復興庁設置法案の基本的な問題意識の確認と、とかく忘れられがちな栃木県の復興への道筋についてお伺いをいたします。よろしくお願いします。さて、あの3月11日から7ヶ月半、もうすぐ8ヶ月が経とうとしています。改めて犠牲者の皆様には哀悼の意を表し、そして被災者の皆様へのお見舞いを申し上げるところでございます。私は3月19日から2泊3日で被災した東北各地を見て回りました。現地からも民主党震災対策本部へいろいろと被災者からの要望を発信をし、中でも GPS 機能を使って行方不明者を探す手立てなどですね、その後解決した問題もいくつかございます。そして東京に帰ってきて痛切に感じたのは、早く現地対策本部を作って、権限を持った責任ある人を配置して、その人の裁量で使える財源をしっかりとつけることがですね、現地にマッチした対策をスピード感を持って打てると、そのように感じ、そして発信もしてまいりました。成果もたくさんあります。しかし、結果として言われているのは、7ヶ月半後の現時点、平野大臣の所信の発言にもあるように、迅速さに欠け、必要な方々に支援の手が行き届いていないとのご指摘もいただいていると書いてあります。被災者が一番求めているものに応えきれてないという現状があります。いろいろと諸事情はある、それは理解いたします。ありますが、この現実をしっかりと認識した上で、スタートをしなければ、問題の解決にはつながらないと考えております。そこで初めに、復興庁設置法案に関する基本的な質問として、復興庁の設置によって被災者から指摘されている迅速さに欠け、例えば、仮設住宅の断熱材対策が施されていなかった等のですね、必要な方々に手が行き届いていない等の問題は解消されるのでしょうか。そこから お伺いいたします。平野国務大臣。地域の今回の復興というのは、基本的に地域住民と、その地域の自治体が主体となって行うことが基本であるというのは、ずっと私どもの考え方の基本であります。で、市町村の復興事業を的確に支援するとの観点から、復興庁の権限や機能を検討してきたところであります。で、具体的には、これから復興庁は、もし設置が認められまして、関連する法案が成立いたしますと、復興交付金制度、あるいは復興特区制度などを担うことにしておりまして、これらにより復興に必要な使い勝手の良い資金が確保され、また行政手続きの負担を軽減するなどの復興の迅速化を図っていくこととしております。で、復興庁はやはりあくまでも地域のまずニーズというのを的確に把握すると同時に、そのニーズに沿った実施をする、自ら実施するとともに各省の主体的取り組みを促すということが基本だというふうに思ってます。これからもう、これから復興を加速させなければなりません。その加速させるために、復興庁というのは、持てる権限をフルに活用して、取り組んでいくということになると思います。で、ちなみに、仮設住宅の話がございましたけれども、断熱対策等々、冬の対策につきましては、厚生労働省が、今、各県と連絡取りながら、おおむね12月までには、遅いところでも12月までには、冬対策は終わるというような状況で、各県に対応していただいているというところであります。田代香織君。中央と地方という関係から生まれる現場との乖離というものが私はあったと思います。
中央に置くのか、地方に設置するのか、復興庁です。聞くところによると、大臣は中央に置く方が良いのではないかというお考えをお持ちだというふうに聞いておりますけれども、現地に置く必要はないのでしょうか。官僚の皆さん、各省庁、各部署ごとにはですね、本当に頑張って、役人の皆さんやって、仕事をやっておられると思います。しかし、縦割り行政という機構の性格上、あるいは組織の大きさの中で、どうしても現場との起きてしまうスピード感の欠如、あるいは各省庁からの代表のおそらく集合体で復興庁が成り立つんだと思うんですが、そういう縦割りの縮小版みたいなもの、そういう中から言われている問題がですね、再び起きないだろうかという危惧されるところですが、そういう観点も含めていかがでしょうか。平野国務大臣。縦割りということは、いろんなところで指摘はされております。されておりますけれども、その一方で、例えば、今回の復興特区の法案の中においては、土地利用調整については、農水省と国土交通省で分かれていた権限を一本化いたしまして、それで、その計画を認めれば、ワンストップで全ての手続きが終了するというような、これまでにないような、方式を取り入れておりますし、例えば海岸公共事業の整備、失礼しました、公共施設の整備につきましても、海岸等の事業につきましては、これまで港湾の海岸、農地海岸、それは建設海岸等々分かれておりまして、これもまあ今までどちらかというと一本化しようという努力をしてきましたけれども、今回はさらにその一本化しながら海岸事業を進めるという体制も作っております。で、こうしたその各省のですね、バラバラに分かれている権限を、とにかくその主体的に取り組んでもらうとともに一体化して取り組んでもらうようにするということの、いわゆる調整役、潤滑油役が復興庁だというふうに思っております。それからもう一つは委員の中で、から今ご指摘があったのは、まあ各省庁からの、寄せ集めでやってるんじゃないかということで、なかなかその寄せ集めっていうか、失礼しました。各省からいろんな人が来て、やりづらいんじゃないかっていう、そういうご趣旨じゃなかったかと思いますが、まあ正直言って、私の苦労のかなりの部分はそこにもあります。ありますが、同時にですね、各省庁から来ていることによって、ものすごいやる気のある職員も来てまして、総体としますと、各省庁から来ているところで、私は今、復興庁の方は、それが、その、彼らの個々人の意欲で動いているなという感じが強くしております。田代香織君。復興庁には大いに期待をするところでありますがですね、指摘される問題が仮に、解消しない場合は、より良い組織編成とか、そういう対応をですね、柔軟に変化させる、そのような法的措置なり、あるいは別の手立ても含めて、何か方策はあるんでしょうか。平野国務大臣。いろいろな制度も一回作った後は、地域からのいろんな声を受けながら見直すべきところは見直しております。そうした流れの中で、その復興庁も仮に成立して、とりあえずこの形でスタートしたということの中で、不足する点、あるいはここは是正しなくちゃならない点ということがありますれば、それは、その適宜に対応していくということについては、これはしっかり対応しなければならないというふうに考えております。田代香織君。この復興庁は、ある意味では民主党の進めようとしております地域主権、あるいは地方分権などのですね、試金石、あるいはケーススタディにもなるというふうに考えております。ぜひ、必ずや起きてくる問題に柔軟に対応できる組織として育て上げて、成功させていきたいと考えます。大臣にはご苦労をおかけすると思いますが、どうぞよろしくお願いをいたします。次にですね、とかく忘れられがちというか、横に置かれがちな栃木県の復興の道筋ということについて、私は比例区の議員なんですが、出身が宇都宮なもんですから、栃木県連にも所属をして、栃木県の発展のために頑張っているところでありますけれども、復興特別区域や復興交付金は、どのような範囲を
対象としているんでしょうか。例えば栃木県というものはどのような位置づけになっているんでしょうか。お聞かせください。平野国務大臣。復興特区あるいは復興交付金がどういうところでに適用されうるかということにつきましてはですね、東日本失礼しました、東日本大震災、在特法上の特定被災区域等に係る市町村というものを対象にしておりまして、具体的には栃木県ではですね、宇都宮市をはじめとして、10市7町、栃木県のは全24市町、市町がございますけれども、宇都宮市をはじめとする10市7町が含まれております。これはあくまでも一定の基準の中で被害が大きかったところというところを特定被災区域というふうに指定しておりまして、その被災区域に適用されているところについては、申請によって特区、それからあるいは交付金が認められるという、そういう考え方に立っているということであります。田代香織君。よくわかりました。復興交付金は自由度の高い、使い勝手の良い交付金だというふうに言われておりますけれども、どのようなイメージなんでしょうか。教えてください。平野国務大臣。この復興交付金につきましてはですね、2階建ての構成になっているというご説明を申し上げてきました。まず下の部分が地方公共団体が復興に必要となるハード事業を幅広く対象としているところでありまして、これは地域戦略交付金というものがすでに走っておりますが、地域戦略交付金よりは対象範囲がさらに広がっておりまして、学校等々の建設等々各省にかなり広がった形での事業が対象になっております。それからもう一つ、このハード事業の中でもう一つ特徴的なものは、地域戦略交付金より手続きがワンストップでできるような工夫をしております。まあ、詳しくは今日はもし必要であれば後ほど係員にやって説明もさせますが、この手続きの簡略化についても地域戦略交付金よりはかなり簡単になりまして、自治体は各省を相手にする必要がなくて、復興庁だけが見ていればいいという、そういう仕組みになっております。で、もう一つの部分が事業を促進するためのいわゆる交付金でございまして、これにつきましてはかなりの部分自治体の裁量でもって使えるんですが、どうしてもこれは交付金でありますけれども補助金でありますから、撤回法の適用を受けるということもございまして、ある程度の一定の制限はございますけれども、それでも従来の補助金に比べますとかなり私は弾力的な運用ができる形になっているというふうに考えております。田代香織君。ありがとうございます。栃木県あるいは茨城県の瓦屋根の損壊、この修繕が2年先になる、あるいは3年先になるよと言われている現状がございます。またこれは一例ですけれども、修繕作業に1日あたり職人2人で24万円かかったという現状も、つい最近私の友人の家がそのようなことのやり取りをしましたから事実なんですけれども、このような現状があることはお知りでしょうか。平野国務大臣。今回の地震によって瓦が崩れ落ちていると、部分的にあるいはかなりの部分崩れて落ちているという家々があるということは、これは新幹線で、東北地方に行くときでも、あるいは仙台に福島に行くときでも、いろんなところで見られます。それはブルーシートがかけてあるところが見ればわかりますし、ブルーシートがなかったとしても大体 何回も現地に行きますと、やっぱり自然屋根を見てしまう癖ができておりまして、やはりこの家も瓦のがかなりやられているなということは、よく現地の方で見て、私の方も承知をしております。それで今瓦の生産がなかなか間に合わない、
それから職人もなかなか不足しているということで、